発前に前の風もポリカボネート製か、ちょっときれいに浮こうと思ってちょっと水をつけて拭くと、その水分が風もが冷えておるのですぐに固まってもうて、ボネートはこれ熱伝導が悪いから水かけたらすぐに氷になります。強度は強いけれども、そういうもろもろの問題がある。こいつは普通のアクリルで十分や。この京奈は五条高田インターから南行こう空いてます。8時の時間帯でいつもこんなんかな。温度計はまだ2度です。朝はずっとマイナス1でした。白くなってるかな。昔体感登山、この高山3回か4回上がったかな。頂上で豚汁炊いて、酒は家で返してポットに入れて持って上がって、頂上でそれを飲んで、いい時代でしたね。あの豚汁はうまかった。後ろまた車来てません。あれは K です。
かなと思うぐらい車が空いてます。
んでこんな車空いてるんやろな。もう分からんな。温度は0度、金剛山の吹き下ろしが寒い。お披露できました。また K の車が離れてます。安定した速度で走ったらな、走りやすいねんけどもな。あ、出てこられました。後方を走っておられます。8時20分、縄戸五条インター出ました。あの大型のローリーはもしかしたら168上がっていくか分からんな。 JA となったと。
JA 横井かな。Yeah.